お父様、私はトータク様に仕えることになりました。これでようやくお父様の思いに応えることができます。朝鮮、下部に優れる絶世の美女、官室の使徒王院により実の娘同然に育てられた。朝鮮は義父への恩を返すため董卓に仕えることを決意。その細い肩には重い使命が課せられていた。朝鮮、分かってくれ。あの男は国にとっての災い。あやつの暴走を止めねば漢は終わってしまうのだ。だがそのためにわしはお前の人生を奪い汚してしまった。許してくれ。そのようなことをおっしゃらないでください。私はお父様のために働けて嬉しいのです。必ずや使命を果たしてみせます。呂布殿を養子にしてからというものの、董卓殿は以前にも増して法灯の限りを尽くしておられる。都には呂布殿にかなう者はおりません。おそらくその意に甘えておられるのでしょう。ふん、豚が一層醜くなったか。だが奴の敵が増えるのは俺にとっては好都合だ。呂布殿、それはいかなる。俺はただ暴れられる戦場さえあればいい。奴の敵が増えればそれだけ俺が楽しめるということだ。戦を楽しみだという方もいらっしゃるのですね。私は早く戦のない世を見たいと願っております。お前は。突然失礼いたしました。私は朝鮮と申します。今は董卓様の侍女としておそばに置いていただいております。王翦様のお名前は聞き及んでおります。素晴らしい武をお持ちだとか。お前は戦が嫌いか。はい、戦は悲しみしか生みません。多くの罪のない人々が苦しみ死んでいく、そんな光景はもう見たくないのです。心配はいらん。俺の最強の部が天下に知れ渡れば、くだらん戦を起こす奴はいなくなる。お前が悲しむ必要もなくなるだろう。お心遣いありがとうございます、宝泉様。呂布よ、どこに行っておった。今しがた曹操のアホが越権にかこつけてわしを殺そうとしたのだぞ。肝心な時にそばにおらんとは、この役立たずめが。なんだと。俺は貴様の配下ではない。くだらん勘違いをするな。口答えをするな。奴はまだそう遠くまでは逃げておらんはずじゃ。さっさと追いかけて奴の首をわしの前まで持ってこい。決して生かして洛陽から出すでないぞ。あの戦線、手を貸した方がよかろうな。あの地を奪ってしまえ。すべてわしのものにするんじゃ。私が出向いてやるわ。カニがたく待ってなさいよ。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。暴走のアホを引っ捕らえるのじゃ。Yeah!
挑戦。無理はするなよ。なんという強さ。ここは引く。なかなか使えるじゃない。潰しちまうか。お前らついてこい。ここで貴様らに猛毒を打たせはせん。俺が命に変えても守ってみせるわ。楽にしてたせいでなくて。かけよう。敵将討ち取りました。素晴らしい働きを見せたな。防御体制を取るのだ。ここへ逃げ込んだのも計算の上。船へ入れよ。追っ手を足止めするのだ。を死にやすくえ。今こそ奴らの動きを止めるのだ。楽にして差し上げます。やっ
一番で抜かるとはな。バカめ、わしから逃げられると思うたか。貴様は残虐の限りを尽くして罰してくれるわ。やりやがるぜ。すいません、少し逃げてくださいよ。呂布、何をしておる。なぜわしの前に曹操の首がないのじゃ。よもや逃がしたのではあるまいな。逃げる奴を撃ってもつまらん。あんな奴など放っておけ。なんじゃと、逃げられたくせに偉そうにしよって。お前が義理の息子でなければとうに切り捨てておるところよ。いいか、次同じようなことがあれば容赦せんぞ。わしが撃てと言ったら必ず撃て。よいな。口の利き方に気をつけろ、豚が。俺の戦いに指図をするな。撃つ撃たないは俺が決める。次同じようなことをほざいたら容赦せんぞ。犬のくせに何が最強じゃ。口先ばかりの役立たずが。お前がおじい様の義理の息子、呂布？なんて品のない顔なの。お前みたいな奴が身内だなんてヘドが出るわ。なんだお前は。私のことを知らない人間が洛陽にいるなんて驚きね。特別に教えてやるわ。私は東伯、東卓おじい様の孫よ。生意気な口を聞くとおじい様よりもひどい目に遭わせるから覚悟なさい。待ちなさい。何よあの態度は。おじい様もあんな奴のどこを見込んだのかしら。いいわ、もしあいつが変な素振りを見せたら私が懲らしめてやるから。おお、朝鮮、少しやつれたのではないか。いえ、大丈夫です。それよりもお父様はどうしてこちらへ。先日曹操殿が董卓暗殺に失敗したのは知っておろう。曹操殿に暗殺をけしかけたのはこのわしじゃ。まあ、お父様が。呂布が養子になって以来、董卓の放蕩ぶりは目に余るようになった。わしはこれ以上奴のせいで国が混乱するのを見たくはないのだ。あの一件以来、董卓様はとても用心深くなられました。お客様には会おうとせず、身辺は常に宝仙様に警護させております。そこが頭痛の種なのだ。奴を亡き者にするには暗殺しかない。だが呂布にかなう者などおらん。近頃宝仙様は董卓様に不満を持たれているご様子。つい先日も一触即発の雰囲気になりました。朝鮮よ、いよいよお前という仕込まれた毒を使う時が来たようだ。十分な信を得ているお前ならば二人の仲をさらに悪くすることもできよう。そうして呂布に董卓を撃たせる。これしかもう方法はないのだ。かしこまりました。それでは私はさらにお二人へ取り入ってまいります。それぞれが私に熱を上げてくだされば中を裂くことは容易になりましょう。うむ、それぞれが気に入りそうなことを二つもやればよかろう。終わったら戻ってきてくれ。その後のことは共に考えようではないか。董卓と呂布、二人の仲を裂く以外道はない。朝鮮よ、
より深くキャツラに取り入ってくれ。承知しました、お父様。私のテレンテクダの限りを尽くします。光純様、宝泉様へ贈り物をしたいのです。お好きなものなどご存知ありませんか？確か関戸場の蹄鉄を探しておられたな。それを職人に作らせ送ってはいかがか。関戸場の蹄鉄を作ってほしい？いいですよ、お任せください。蹄鉄を作るには型が必要です。関戸場から取ってきてもらえませんか？あれば作れます。関戸場の蹄鉄となれば腕によりをかけますよ。おお、これが関戸場のための蹄鉄ですな。だが呂布殿は賊討伐のためご不在、戻られたらお渡ししておきましょう。さぞかし喜ばれるでしょうな。調べて董卓様にお伝えすればきっと。誰もいないな。よし、見つからなかったか。炎章殿に伝えてほしいことが。お噂の通りでしたね。このことを董卓様にご報告いたしましょう。お耳に入れたいことがございます。何？呉慶が炎章と通じておるじゃと？このわしを裏切るとは。朝鮮、よくぞ奴の尻尾をつかんだ。後でわしがたっぷりと可愛がってやるわい。お褒めいただき嬉しゅうございます。謀反を事前に防げて何よりでした。いかがなさいました？どこか物憂げなお顔ですが、
リジュが貴重な宝石を手に入れたらしいの。この私を差し置いてありえないわ。お前リジュに伝えてきなさい。今宝石を渡せば多めに見てやるって。どうなさい。差し上げても結構ですが、条件があります。この手紙を届けていただけませんか。手紙は やるじゃない。お前意外と使えるのね。一応おじい様の耳にも入れておいてやるわ。董卓殿より命が下りました。我らは呂布殿と賊の討伐に向かいます。強い武勇を好まれる宝泉様のこと、戦いで活躍すれば目に留まりましょう。
所詮雑魚の集まりだ。東卓め、くだらん戦を俺にさせおって。朝鮮、お前がそれほどの武を持つとはな。気に入ったぞ、これをやろう。まあ、これを私にいただけるのですか。宝仙様、なんとお礼を申し上げてよいやら。私の使命果たせたようです。素晴らしい働きを見せたな。おお、戻ったか朝鮮。して守備はどうであった。おお、董卓の溺愛する孫の機嫌を取ったか。あの娘と通じれば奴に取り入りやすくなろう。謀反人の密告をしたか。これで我らに疑いの目が向くことはあるまい。ふむ、呂布に贈り物とな。お前からの品とあればあの男の心も動こう。賊を呂布と共に討伐してまいったか。これは双方に良い心証を与えたであろう。これで二人はお前を一層意識するであろう。朝鮮よ、辛い人をよくぞ全うしてくれた。ありがとうございます、お父様。無事に務めを果たせて何よりです。高順から受け取ったぞ。これは本当に俺に宛てたものなのか。はい、お気に召してくださればよろしいのですが。なぜ俺に送った。気の利いた礼などできんぞ。なぜと改めて問われましても、ただ宝仙様に喜んでいただきたかったのです。私は董卓様に気に入っていただいているためか、城内ではあまりいい目で見られておりません。宝仙様には心安くお付き合いいただけないかと。身勝手な下心だとお笑いになられて、捨てていただいても構いません。捨てはせん。お前の気が済むなら話ぐらいなら付き合ってやってもいい。お優しい方、ありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いいたします。朝鮮よ、二人はお前にさらに熱を上げたような。遠からずどちらかが行動を起こすであろうな。朝鮮、おお、呂布殿、ご用がございましたら朝鮮から伺わせましたのに。お前に用はない。朝鮮、董卓がお前をそばめにすると聞いた。それは本当か。はい、私の本心も聞かず、あの方は無理やりお決めになったのです。私は本当は宝仙様のおそばにいたいのです。ですが、一緒になれぬのならば、この身などいっそ。豚め、朝鮮をもてあそびおって。安心しろ、奴とは俺が話をつけてやる。お前は何の心配もせず、俺のそばにいればいい。宝仙様、ありがとうございます。朝鮮、死のうなどと考えるな。ことは思惑通り進んでおる。あとはその気を待つだけじゃな。朝鮮、この頃おじい様と一緒にいる時間が長いわね。何様のつもり？
取り入っていい思いをしたいのはわかるけど、目障りよ。東伯様、私はそんなつもりは。ただ東伯様が私のことを気に入ってくださっているだけで。黙りなさい。おじい様を色化で惑わそうとするなんて下品極まりないわ。どうせよからぬことを考えているんでしょ。絶対そうよ。いい？これ以上おじい様に近づかないでちょうだい。もしまたそばにいるのを見かけたら、ただじゃおかないんだから。東伯様は私の使命に気づいておられるのでしょうか。もしそうだとしても、やめるわけにはまいりません。お父様のため、そしてこの国の平穏のためにも。